続いてお名前ぬべちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございま す。私が特に印象に残ったのは横浜 Day 2のだから僕らは鳴らすんだのクラップでさよりんが私のこと好きな人と小声で質問してたシーンです。あまりの可愛さにときめいちゃいました。あの質問の時だけクラップの音が異様に大きくて笑ってしまいました。さゆりん大人気ですねといただきました。言い方言い方がすごい言い方が書いてちゃんと普通に書いていただいてるのに、さゆりん大人気ですね。ありがとうございます。ごめんごめん。なんかあれさ、あのみんなの最初さ、れんちゃんとかさ、ちーちゃんとか、うん、で来て最後にまさかのさゆりん本人っていう、うん、あれ違います。カノンちゃんではなく違います。違いますよね。そうなんだよ、違うんだよ、ね、私のこと好きな人キルルみたいな感じで言ってな、ね、私だけそう思ったの。でも違うんだよね。違うんです、これあの伊達さゆりではなく、私これカノンとして言ってるので、うん、そうなんですよ。あのカノンはあの一人称私なので、うん、これ私さゆりじゃないです。サユリじゃない、それはサユリじゃない。あのそうなんです。それはね、私じゃないの。一緒、あのめっちゃ一緒だよ。めっちゃ一緒だよ。カノンで言いました。なのでカノンです。これは私ではありません。でも私たち出る前にリーちゃんと二人でさ、うん、何言ってんの。ちょっと待って、なんでよ。リーちゃん、いや、めっちゃ突っ込んでて、うん、そう。で、私もあそこは青山渚としてクラップやってたから。え、そうだよ。違うん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 だよ。レイちゃんさ、こんななんか、まあ、サングラスやる人とか言わないから。ちょっとした世代が青山渚としてやるからね。なるほどね。はい。そうだったんだ。お、大好きさん。ありがとうございます。カノンも大好きだけど、さゆりも。大好きだよ。ありがとうございます。まあ、全部好きだからね。嬉しい。どっちでも大好きだから。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くなってますよ。